闇の中に浮かんだ途切れたビジョン目の前スポーン。はい、始まりました日刊マインクラフトの時間です。はい、はい、今回もこのゴーレムズがお送りしたいと思います。 FB37 です。そしてこの私が手元にメジャーがあったので、ちょうどメジャーの音を聞かせましょう。キックンバックスです。やっぱり僕も手元にメジャーがあるんで、メジャーの音聞かせましょう。いらなアロマントです。エメノです。あれあれ、お前手元にないの？あの、そう、今日使ったもんで、ちょうどあのここにはないんですね。はい、じゃあやっていきましょう。いいね、じゃああいつ、もうあいつ何回か倒そうぜ。別にこいつも、そうだね、うん、破壊されなかったから、あんまり脅威ではないからね。うん、いて、やべえ、水のガーディアン、ガーディアン倒し面白いじゃん。やべえ、森の人来た、森の人来た、森の人。水のガーディアンじゃないけど、ガーディアン退治面白い。何のガーディアンか言わなくなった。やばいやば、コボルト、コボルトいっぱい来た。どんどん来てる、どんどん来てる、いて、ちょっとマジで、うわぁ、なんか怖い、誰こいつ、すげえ吹っ飛んでった。森崎くんかよ、あいつ。森崎くんいるんだけど、ここに。え、マジで、ちょっとここ敵多いよ。明かりつけて帰って寝るか。はい、明かり、明かり、ほら燃えてます。燃えてる。ほら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 、明るくしてやろ。ほらほら、なめんじゃねえぞ、俺の魔力を。ほら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 、とりあえずこれ囲めばいいんじゃないの。ほら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 、そうやね、こいつも囲めばいいんちゃうの。そうだね、もういいよ、もうもうやっちまおうぜ。包囲網が作られていく。土の温かみで殺す。よし、まあだから石だけ、鼻くそだけ投げてくるから。鼻くそ、鼻くその秘密。あれ、こいつことさ、真ん中1マス開けとけば攻撃食らわんじゃないの。まあそうかも。今ちょっと、そうなの、一応掘ってるんだけど。なんで掘った？真ん中1マスって、ここから攻撃するってこと？まあか、このシステムなんかやだな。ここ開けた方がいいでしょ。あ、単純に、うん、ちょっと待って、かわいそうじゃない、あいつ。よし、これでいこう。よし、じゃあちょっとやってみよう、やってみよう。膝狙おうぜ、膝。あいつ膝が弱い。確かに膝弱そうな感じだもん、あの巨体だと。やっぱりな、支えきれない体重を。じゃあ行くぞ。いいよ。はい、あれ、落とした場所悪かったかな、かも。それかまたなんか明かりが変なところについてるから。ああ、それはあるか。ああ、これ、あ、これ邪魔だね。よし、もう一回やってみよう。さすがにあいつ嫌がったのかもしれない。これは出てきたくない。これはさすがにやりすぎですよみたいな。これは出てくわけにはいきませんね。じゃあ行きまーす。ドキドキ。あれ、出てこねえ。あら、やっぱりまさか。ん、あれじゃね、ここくっついてっからだろ。そう、ここもしかしたらあるかもね、それ。これだろ、1マス開けろっての。そんなナイーブなの？ナイーブだよ。いや、だって殺されに出てくるわけだからさ。ナイーブにならざるを得ない。じゃあやってみますよ。サンドスター、はい、落ちました。てか俺別に上に高台に登る必要ねえよ、ここでやろう。爆発しねえしな。そうだった。あ、来た、来た、やっぱそうだ。どうだ、くだらねえ、こいつ。いてあ、でも範囲攻撃してきた。あ、なんか範囲攻撃みたいなのな。え、なにこれ。まあ別に。あ、こいつくだらないぞ。
あ、こいつ一番くだらないわ。くだらねえ。かわいそうになってきた。アースガーディアンなのに。アースガーディアンがでも土にやられてるからね。確かに。土の温かみ、土の温かみで殺す。名言。いて。土の温かみで殺す。うわあ、あーかわいそう。あ、終わったわ。さよなら。うわ。はい。なんだ。次は落ちなかったわ。ん、いや。ああないね。今拾った。もう一回行きまーす。どんどん行こうぜ。どんどん行く。はい。はい。じゃあちょっと張り切っていきましょう。本当に張り切ってんの。あれこいつの HP 表示されねえな。やばいやばい、コボルト、コボルトいっぱい来た。コボルトの、あ、やべえ、コボルトの、こっちの方が危ねえ。夜はやっぱ危ないんや。覚醒したコボルトだ。もうだってこいつコボルト戦ってる時俺らのこと見守ってたぞ。おい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 、死ぬわあいつ。死ぬわあいつ。見て、だらしないんじゃないの。ちょっと見て、あ、死んだ。いや、まだ死んでない。あ、まだ死んでない。イエーイ。ないね。だいたい3分の1とかそのぐらいな感じだな。ドゥンドゥンやろうぜ。こいつの方が正直水より楽だな。そうだ、確かにね。雨も降らす必要ないしな。ないしな。な、気をつけるべきは周りから来る敵だけだ。やっぱオープンフィールドだ。周りの敵の方が強いもん。もうこいつの全貌だって拝んだ。最初だけだった。今、ま、見えんもん。足元しか見えん。かわいそう。死んだ。はい、死んだ。出ないね。どんどん行きまーす。どんどんやろうぜ。しかもこいつの召喚こそ正直こいつも大したことないから。こんなにオーブ簡単に手に入るもん。俺は一体何をやつ。ちょっとまだ素材集めなくてよかったな。アホみたいに無限のオーブねーとか言って。まあでもあのね、赤とか緑は上位のガーディアン、これ言うてもガーディアンってまだまだいるのよ。ガーディアンで1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10種類いるから。はあ。で、赤のオーブを落とすのは最後のガーディアンだけじゃないかな、多分。いって、もうてめえ調子乗んねえ。燃えた、ガーディアンちゃんが燃えてるよ、かわいそう。燃えろガーディアン。これ下手したら柵で囲えばいいんじゃない。こいつ何、いや一段登れないから。そうそうそう、一段ぐらい登ってくるだろさすがに。いや一段は来るか。あ、来るだろう。ちょっと激しくなるんじゃないですか。いやでも柵は確かに。すごい、どんどん簡略化されていくというか。やっぱ柵、あ、落ちた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 、やったー。わーお、やっぱ柵とね扉つければアイテム解消も楽になるから。ちょっと待って、これで全員見固めたら全員ムキムキマッスルになるけど。いいね、その絵はいいぞ。すごい。仮につけてみるか。わあ、ついた。うわあ、出てきた。何の感慨深さもなく出てきた。ぬるっと出てきた。こいつ足アスパラついてんじゃん。本当だ、アスパラついてるね。本当だ。やっぱ大地だから。やっぱそうだ、大地だからね。うん、栄養たっぷり。逆に言うとアスパラしか見えてないけど。全然強くね。悲しいな。こいつにガーディアンって守護者っていう意味じゃないの。あ、落ちた。あ、落ちた落ちた落ちた。落とすね。いいね。俺も装備しよう。あとラス1。こいつに比べたらさ、
海賊船長めっちゃ強かった強かった強かったで、ね、あいつね、あいつやっぱポケモンだった、あいつテクニシャンだったからな、やっぱガーディアンより能力者の方が強かったんだよな、あいつと銃持った海賊はマジやばかった、やばかったね、消えるしな、4ダメージ4ダメージ、次いきまーす、はいただの作業だ、作業か悲しい、こいつら何をガーディアンしてんの、なさあ今までこいつ守れたものってあったのひでえひどすぎるやろ、お前には何も守れない、自分の命を守ってる30秒か30分じゃない、すごいマナもめっちゃドレインしてるし、あ終了終了、落ちましたし、あ落ちた落ちた、あ落ちた落ちた、よっしゃー、よしキックにやれ、くれくれ、よしみんな来て並んでみようぜ、よし、あキックン、あれさっきのも、おいいねキックン、ガーディアン装備だねキックンキックンつけた、行くぞ、よし、えい、ダセーやっぱり下半身もろ出しだどうすか自分どうすか、だって股間の白い部分が見えるもんだって、やれダセー、何この集団でもこれ敵との見分けはめっちゃつきやすくなったな、確かにこんな装備してるやついねえからな、こんなでかいやつはいないからな、いやでもこれ単純に上位互換だからな、今装備してるやつの、だって多分そう防御力変わんないし、しかもソウルバインドついてるし、うん、うん、ソウルバウンドね、言うことなし、へえ、あーエンチャントだけつけづらいかな、これエンチャントもうついてる状態だもんね、だからそうだね、かなとこで付与しないといけないから、いや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 素晴らしい、じゃあまた一回家に戻りましょうか、いやこんな家の近くでね、こんないい稼ぎ場所ができるのいい場所できたわ、はい、というわけでムキムキ野郎ども、もうなんか嫌だわこのんムキムキいいだろムキムキで、なんか嫌だ、俺の憧れだぞ、次はですね、大気のガーディアンに挑もうと思います、大気のガーディアン、ただ大気のガーディアンめんどくさいことに150Y が、高さですね、高さが150以上の場所で、しか呼び出せれません、その上そこから落としてしまうと死んじゃうらしいんで、勝手に勝手に、そうなんで150の高さぐらいの地面を作んなきゃいけないね、ある程度の広さ、 どうするキックン、せっかくだしなんか後々再利用できそうだから家の上に作ろうぜ、行っちゃう敵がどんな行動をしてくるかも分かんないのに怖っ、いいんだよ、どうすんの、破壊されまくった、これ行けないんじゃないですか、これなんだこれ、いつの間にか行けなくなってるなんで行けなくしてんだよ、誰だよ、こっからこっからこっから行ける、こっから行ける、どこ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 、アホみたいな線路作ったせいだろそれ違うよ、じゃあいやもうここまたじゃあ延長しようか、単純に、ああじゃああっちから行けばいいんじゃない、こっち、えこっち側で、ああちょうどいいのあるな、うん、ここでまだでもあと50は必要よね、まあここ伸ばせばいいんじゃない、土で、よっしゃ、はしごを持ってきたから、気が利くね、あと酒も頼む、あった、いやせっかくだし階段状にしちゃおうぜ、もしかしたらトロッコが階段にする、そうそう、で今はしご持ってきてよくやったって言ってるとこにはしごでええやん、いや後々だってトロッコそこまでやるかもしれんだろ、めんどくさ、確かに、だからキックンさすが、うん、めんどいんではしごにしましょう、ちなみにあと50ないもん、あと50段必要ですね、やばいやばい、それはやばいやばい、じゃあとりあえず呼び出すだけにしよっか、
そうだ。よし、ケイ君、そっからはしごだ。わかった。ここから行く。このめんどくさい階段を。ここに、そこには階段を作っとこう。ちょっと待てよ、待て待て。だけど俺は必要ないわ。普通に登れるから。50は相当高いで。150ね。150。今130。うわ、怖っ。140。いや、高えな、やっぱり。高いよ、怖いよ。150きた。よっしゃ、じゃあそこから地面を作れ。土持ってる？お前ら。持ってる。持ってる。見えねえ、見えねえ。高い。結構広めにしないとダメなんでしょう。そうだね。落ちないように壁作ってあげなきゃな。そうだね、うん、確かに、それがいい。なんでこんな気遣いしなきゃいけないの。確かに。うわ、雲の上より高いのか。雲の上より高い。おお、なんか久々に高い場所来たわね。あと俺ピロリロピロリロうるさい。それショートカット綺麗。そう、帰ろう。どうやって切るの。知らん。誰か教えて。どっかにあるだろ。調べりゃすぐ出ると思う。なんで俺だけピロリロピロリロになるの。俺は言わない。俺も言わない。お前はなる。ヒエも言わない。そんなこと言わない。ヒエもそんなことを言ったことがない。ちなみに当然ながら俺らも落ちたら即死するから。そうだね。しないよ。え、なんで。あ、しないんだ。俺の心だけは屈服させることはできん。かっこいい。心の問題じゃない。ここぐらいでいいんじゃない。これぐらいで大体。あと壁作ろう。壁2マスは欲しいな。そうだね、俺らも落ちるからな。そうそうそう。そうだ、俺なんか特に一発が欲しい。ああ、もう土がない。アロマ天空からサバキの光やってってね。やめろやめろ。バレた。重くなるからやめろとりあえず。お前地上の人たちかわいそうだろ。悪い魔法使いがいるな。僕は悪い魔法使いじゃないよ。プル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 震えてんじゃねえ。土足りる？土足りないかもしれないっす。ギリギリかな。取りに戻ってる。あ、とりあえずもらったわ。あ、でもあれだ、下のスペース開けていいから。まあ後で囲うこと考えとけよ。加工トン？加工トン。加工トン先生。こうやってやっときゃよかったんや。ああ、確かにそれは言えてる。おー、すれば落ちた。一段分、どうした？穴を埋めろ先に。危ねえな、ここ。今、艶ってたんだって。今、艶ってたんだって。ってなんでちっちゃい艶発音した。じゃあ、それを利用して、もうだから一個上にも作るで。そうだね。絶対落ちて死ぬぞ。そうだね。死ぬね。絶対テンパって死ぬね、これね。あんま変だって。ここで死んだらさ、落ちて死んだらもうどこで死んだかようわからんくなる、うん、そうだね。たけえな。自分が死んだ時の記憶がないってやだね。ジャンプ魔法を使ったらやばいぞ。使わないもいいぞ。またうんこがやべえ。おえ、今一瞬なんか身がすくんだ。股間あたりがスクってなったぞ。スクってなったなった、お、何やってんのあいつ。どうした。え、おい、落ちてった。でも戻れます。戻った。あー、落ちた。こいつ、ホカゲだ。ホカゲだ。やっぱホカゲ様すげえんだな。ね、カムイじゃん。どういうこと。カンブル。カングル違くない。違うね。違うね。それまず漫画違うね。それアロマの方だね。しかも確かに。よしよし、これでいくか。完成。闘技場みたいだな。まあある意味闘技場、間違ってない。